ク松はドイツベルリン出身のトルコ A 代表サッカー選手。ポジションはフォワード、サイドのミッドフィールダー。地元ベルリンテンペルホーフシェーネベルククの地元クラブとテニスボルシアベルリンを経てブンデスリーガに属する VfL ボルフスブルクのアカデミーで育成される。アカデミー卒業後 VfL ボルフスブルクとプロ契約を交わした。ちょうどプロ初年度となった2008から9年シーズンはトップチームがブンデスリーガで優勝を飾ったシーズンでもあり、同じポジションにはイラン代表のアシュカンデヤガー、ナイジェリア代表のオバフェミ・マルティンス、現在ヘルタ・ベルリンでプレーするアレクサンダー・エスバインなどがプレーしており、トップチームの壁は厳しかった。そのため、セカンドチームの一員として、リーグ戦に出場し、52試合で9得点9アシストを記録した。2010年7月にドイツブンデスリーガ2部に属する MSV デュースブルクへ移籍。支払われた違約金は18万ユーロ。31試合のリーグ戦で6得点3アシストを記録した。2011年7月にトルコスユペルリーグ1部に属するカイセリスポルへ移籍。支払われた違約金は57万ユーロ。80試合で13得点16アシストを記録した。2014年8月にトルコスユペルリーグ1部の名門、トラブゾンスポルに4年契約で移籍した。支払われた違約金は350万ユーロであった。2014から15年シーズン及び2015から16年シーズンは同クラブでプレーしたものの、2016から17年シーズンは同じくトルコスユペルリーグ1部に属するアランヤスポルとガズイアンテプスポルにレンタル移籍した。2017年9月、1年契約が残っていたトラブゾンスポルとの契約を解消し、ボルスポルへ移籍した。チーム事情と対戦相手によって本職の右フォワードのみならず、右サイドのミッドフィールダーやトップ下。左サイドのフォワードとしてプレーすることも多々ある。ドイツの首都ベルリンで生まれ育ったこともあり、ドイツ国籍も取得している。アンダーカテゴリーから A 代表までトルコ代表としてプレー。2013年に A 代表でのデビューを果たした。ありがとうございます。